ユーストリーム配信開始して、ツイキャスもライブ開始しました。それでジングルも何日だっけ、 OK、 クリスマス来週。あ、パソコン。あ、ごめんごめん。動かせるよ。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas from FM Naha. Merry Christmas from FM Naha. お聞きの皆さん、おはようございます。12月15日、ただいまの時刻は8時を回りました。カルチャンプルの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしていますモーニングナハ。本日のお相手は佐藤玲奈と奈良蓮です。これからの1時間どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。玲奈さん元気ですか。皆さん元気ですか。レナさん元気ですか。レナさんは元気です。そうですか、はい、僕も絶好調でございます。本当ですか。はい。でもコメント欄では、うん、お芋さんが風邪ひいちゃいましたということでね。あー、風邪ひき、風邪ひきが効くラジオですからね。そうそうそう、僕もよく風邪ひくしね。あ風邪の治し方に関してはもう、ね、だから前やりました、ね、一流みたいなもんですよ。一流一流とかしょっちゅう引くからね。はいはい。さてさて、今日は豚骨臭さんがなぜか唐突にエロいって言ってるから、はい、何を言ってるんだと思って何を言ってるんだと思って今日はクリスマスの、まあ、うん、12月ということで、うん、レナの、ユーストリームツイキャスの背景も、クリスマスツリーとなっております。なっております。皆さん見えますかね。邪魔してるんだけどね。いやいや、いい感じだね。うん、重なってこのキラキラしてる感じの後ろ、あ、こっちこっち。そう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 、クリスマスツリー綺麗ですね。社長が飾ったんですか。社長と、ミム、朝とミムで飾りました。センスいいでしょ。センスいい。なんかね、でも適当に飾ったらこうなるようにできてるみたいなメイクマンで買いました。メイクマンで買いました。バラしちゃう感じ、そうそうということで、なんかもうちょっとでクリスマスだなみたいな、うんうんうん、クリスマスだなって感じなんですけど、はい、クリスマスですよ社長まあクリスマスだな、はい、別に何のあれもないけどな、はいということで今日のトークテーマは、うん、はいはい、今日のトークテーマをじゃあよろしくお願いします。クリスマスプレゼント。はい、ありがとうございます、はい、クリスマスプレゼント。クリスマスプレゼントです、はいはい、今日のトークテーマ。クリスマス来週ですね。来週、再来週だっけ。ね、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、再来週でしょ。再来週の月曜日、うんうん、月曜日か。はい、だからな、このクリスマスにちなんで、うん、皆さんがもらって嬉しかったクリスマスプレゼントとか、はいはい、あのサンタさんのこととか、うん、例えば今年何が欲しいかとか、うん、そういうことをコメントさせていただければいいかなと思います、うん、また今日はですね、はいはい、今日からさっきネットで今日何の日かなと調べていたんですけど、うんうん、今日からクリスマスまでに出せば、年賀状を出せば翌年の1月1日に届くということで、今日から年賀状を出せるそうです。もう出さないといけないんだ年賀状、はい、今日から25日までですね。へ、1日に届くのは。年賀状どうしようかな、来たやつだけでいいかな返すのそういう人いますかね友達に一人はいたいるよねそういう人ね。いました、はい、コメントもたくさん来てますよ。はい、コメントの方をお読みしてもよろしいですか。はいはい、どうぞ。おはよう、アイミルキーさん、おはようございます。おはようございます。旧串川篠浦さん、おはようございます。おはようございます。初見ですということで、はい、何回目かな初見なの。アイミルキーさん、同じく風邪をひきました。静岡は現在2度、暖かです。現在2度って、沖縄22度ですよ今日ね、なんか桁が違うっていう、まさにこういうことだよね、うん、
オリムさん、はい、一人あ風邪をひいてらっしゃるんですね、うん、一人暮らしだからレナちゃん家に来ておかゆ作ってあんしてねって、うんうん、要望がおかゆね、うん、おかゆ作ってあげたいな、はいはい、卵がゆとく作れますよ、卵がゆ作れんの？作れます卵入れるだけだもんねそうそうそうあでも味付けもちゃんとしておうほうほう、そうね、くのこちゅうさんをクリスマスツリーやんけということで、うんうん、あのぜひツイキャスとかユーストリームをご覧になって、はい、このきらびやかなクリスマスツリーを見てください、はい、あとついでにレナも見てください、レナもついでにで、ついででいいんでね、うん、クリスマスツリーのついででいいんで、どうぞ見てください、ね、はいはい、どうしようかな、旧串川市のおるさん、うん、レナちゃんサンタのコスプレしないのからの社長サンタのコスプレじゃないの二人に聞いてる今とりあえずヒゲ生やしてるからヒゲから入ろうかなじゃ、ね、いいんじゃないですか社長映らないけどねどうせ映らないしねなんで聞いてくれたのかな、うん、もう体はサンタ体型とは言われるけどねあそうなんですか、うんうんうん、いいことですね子供たちは喜ぶ子供たちも喜ぶね、うんという感じですかね、うんはいはいはい、この番組はリスナーの皆さんからのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。またこの放送はサポーターの恋するかっちゃんさんから応援の方をいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは今おかけしている曲は、ドリームズカムトゥルーで、ウィンターソングをお聴きください。はい、オフトーク、オフトークでーす。忘年会も終わったしね。そう、忘年会終わっ、そう、その話しようと思って忘れてた忘年会が無事終わりましたね。大盛況だったね。はい、貸し切りでね、レナーと僕は1時会でも上がったんだけど、うん、みんなはもう5時会ぐらい行ってミムに後から聞いたら、はい、朝6時まで朝6時っつってで、その次の日の、うん、あのイベント放送は、うん、ミムがゲロ吐きながら、ゲロ吐きながらあ、かわいそうお疲れ様ですね。ね、お疲れ様ですよね、うん、楽しかった。お芋さん、社長もそろそろヒゲに白いものが混ざってくる年かな。ね、早くないですか。全然違うけど、うん、トンコッシュさん、セバさんが意外と乗り良かった。そうそう、トンコッシュさんと同席したんですよね、僕ら。あー、はい、そうですね、うんうんうん、ね、子供を見てくれてめっちゃ助かったね。ありがとうございます。すごくお肉を焼いてくれましたね、うんうんうん、お肉美味しかったですね。お肉美味しかった。やっぱ黒毛和牛、ふわふわしてた。随所さんの、うん、あの焼肉は美味しかったです ね、おすすめですね。もうこっち来て1年以上経つんですけど、初めて隣の焼肉屋行きましたね。あら、そうなんだ焼肉食ったの初めて。もうランチは行くんですけど、美味しかったからもう一回行きたいな。ね、美味しかったね、はい、本当はもっと食べたかった僕は。あ、でも結構そうですね、うん、バタバタしててあんまり食べれてなかったかもしれない。そうなんだ。あ、だ社長は、うんうんうん、自分はすごい食べましたけど、恋するかっちゃんサンタさん、はいはい、うん、かっちゃんサンタ、かっちゃんサンタ、社長、えなちゃん、おはれな、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日も元気に、おはようございます。今日の朝、朝から釣り行ったら風邪ひいた。寒そうみんな風邪ひいとる、みんな風邪ひいてる、うん、もう引きたくないですね。こんだけ引いてる人いたら逆に引きたくないですね。そうね、先出ししようか、おかゆの。あ、いいですね配るの、配る配る、おかゆを配る作ろうかな、じゃあ、うん、いいね、卵がゆ作ろうかなお芋さんが、れなちゃんに年賀状書きたいから住所テロップに書いてって書かないし那覇市の牧師の牧師のまだ2回目だよねこれも書かないし、お芋さんに年賀状書きたいな、じゃあ、うん、コメントしてくれたら出すのにな。お芋さん書いてよ、住所送るからね。送りますね、社長と私から。ライチさん、大阪は5度、今日沖縄に帰ります。デヘペロ、すげえ寒いな。乾燥、ライチさん、乾燥してるから喉やられましたわ、うん、やっぱ乾燥で喉やられる人が多いかもしれないですね。あ、でもお母さん、母も風邪ひいてて、うんうん、あ、そう、今なんか風邪気味らしくて、うつったら嫌ですね。じゃあそろそろ行きますよ。はい、じゃあ、We wish
Merry Christmas from FM Naha. ただいまの時刻は8時9分を回りました。カルチャンプルーな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしています、モーニングナハです。では初めに今日のお天気をお送りいたします。本日15日、沖縄本島中南部のお天気は北東の風、曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより朝雨、波2メートルとなっております。降水確率は朝の6時から12時まで 30%、 12時から18時まで 10%、 18時から24時まで 10% となっております。日中の最高気温は23度です。今日はちょっと暖かめですね。前よりは暖かいよね、23度だったらね。いやでも来る時ちょっと寒かったですね。やっぱり朝は寒いよね。はい、うん、皆さんちょっと防寒もね、防寒に気をつけたら風邪ひかないんですか、ね、防寒って防寒に気をつける、防寒をしっかりしたら、まあ、防寒をしっかりしたら確かに風邪ひかないだろうね。かもしれないので、かもしれないのでっていうか、はい、皆さん、あの防寒、あの防寒をしてね、風邪をあのもう悪化しないように、皆さん風邪ひいてるのでね、うんうんうん、頑張ってください。はい、沖縄本島地方では15日まで空気の乾燥による火の取り扱いに注意してください。はいはい。続いて、現在の交通状況をお伝えしていきます。高速道路の方からお伝えしていきます。沖縄インターチェンジ、まずはじめに沖縄道上り金インターチェンジから宜野座インターチェンジ付近で工事のため、失礼いたしました、橋の修繕作業のため第一走行規制がかかっております。続いて沖縄道下り中城パーキング付近で工事のため規制中となっております。続いて沖縄道下り那覇インターチェンジから西原ジャンクションまで工事のため規制中となっております。続いて那覇市内の一般道の交通状況です。少々お待ちください。はい、阿座交差点から古島方面に向けて渋滞が起こっております。また古島交差点から浅戸方面に向けて渋滞が起こっております。代々木交差点から麻団橋、麻団橋から小羽倉方面に向けて渋滞が起こっております。続いて柿の花から山下、山下から山下南、渋滞が起こっております。那覇空港付近も混雑している模様です。はい、以上で今日のお天気交通情報をお届けいたしました。はい、では今日の、トークテーマはクリスマスプレゼントということで、はい、皆さんの、クリスマスプレゼントにまつわる思い出や、今誰かにクリスマスプレゼントをこれあげようと思ってるとか、クリスマスプレゼント関係のコメントをお寄せくださいますよう、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、社長が印象に残っているクリスマスプレゼントなんかありますか？これ前も話したかな、ビックリマンチョコ言ってた言ってた言ってた、ビックリマンチョコワンカートンが、うん、僕の用意した靴下、うん、それも普通の靴下僕に詰め込まれてて、うん、普通の靴下だったの、パンパンに入ってたわけ、うん、それそのビックリマンチョコの、を朝起きた時にめっちゃ喜んで、うん、ひたすら全部開封してシールだけ集めて、チョコをみんなに配るっていうクリスマスをした。かわいいですね、うん、親にね、社長の少年時代、ゆっくり全部食えって言ってゆっくり開けろって言われて、うん、でもシール全部見たいじゃん、あ何が入ってんのか気になっちゃうですね。そうそうそう、感じのね、そんな感じ。子供たちに何あげるとか決めてます？まあ今はまだ1歳2歳だし、うん、何もあげなくても分かんないんじゃないかな言うと思ったまだ言うと思った。まああれかな、一応なんかおもちゃ買って、うん、枕元に置いてあげようかなって。あ、いいですね、やっぱリアクション見るの面白いじゃないですか、うん、子供が、かわいいですよね、朝起きたらプレゼントあるって、うん、意味分かんないと思うけどね。これからですね、積み重ねですよ、最初の1年から、うんうんうん、すぐサンタに気づきそうだけどな。そうですね。ガタイでも、うん、音ってなるかもね。
泣くかだよね。そしたらそれがね、不審者だと思うかもしれない。はいはい、トンコシュさんからコメントが来ております、はい、クリスマスプレゼント的に今年は iPad Pro を買ってもらったから、大満足な1年でした。いいな、うわ超いいな、iPad Pro か、 iPad Pro いいな、いいな、それ超いいクリスマスプレゼントね。旦那さんかな。私、うん、あれが欲しいんですよ。社長、欲しいものあるの？はい。何？ iPhone X が欲しいんですよ。iPhone X。iPhone X欲しいんです。顔認証したいんですよ。顔認証あれさ、あれ、うん、絵文字動くの分かります？あ、分かる分かる。ツイッターとかに載ってて、アニ文字でしょ？そう。はいはい。あの狐とかクマとかが顔の動きに合わせて動けます。あれやりたい。ラジオ聞いてる人分かるから、あの顔認証で顔を認識して、うん、ね、あの、うん、絵文字が動くんですよね。そうなんですよ。あれね、でも僕聞いた話、はい、あの顔認証システムは、はい、なんか寝起きとかで顔がむくんでると、はい、認証しないらしい。うん、そうなんだ。そうそう。それって結構結構なんか例えばまぶたがさめっちゃ腫れてたりとか、うん、あの朝起きた時顔が、はい、すごい人いるじゃん、はい、ああいう人たちは朝起きてすぐ開かないんだって。ちょっとそれ嫌だ。大変なんだって。あと女性とかすっぴんとかちゃんと認証されるんですかね、うん、あ、それもあった。なんか、うん、バッチリ化粧して、うんうん、この設定した後にすっぴんになったら認証されないとかなったら、うん、超悲しい。それはね見てなかったけど、うん、まあどうなんだろうね。化粧はせめてちゃんと認識してほしいよね。欲しいです ね、 ね。友達が昨日新しく買ったの持ってきてて、お iPhone って見てって言って、うんうんうん、レナの今 iPhone なんだっけ、これは 6S かな。 6S すげえボロボロ、はい、すげえボロボロですね。画面がバキバキ、画面バリバリ。もう直す気力が、それは欲しいよな、はい、もう iPhone X が欲しいです。コメントが来ております。トンコシューさん、小学生の頃サンタクロースから子供用のパチンコ台をもらった。パチンコ、なんでパチンコ台だったのかしら。欲しいって書いたんですかね。それ思い出深すぎる。ね、深すぎる。これは子供用のパチンコ。子供用のパチンコってあるんですか。ね、あるんだ、ね。トイザラスとか見てみよう。へえ、穴置先生が来られましたね。はい、コメントで。穴置先生おはようございます。今日もよろしくお願いします。コメントがクリスマスのねコメント結構来ますね。ね、嬉しい。うんうんうん。アイミルキーさん。クリスマスの1ヶ月前、はいはい、山梨県で初のフルマラソンに出ました。途中で苦しくなりリタイアしそうになった時、サンタのコスプレの女の子がずっと並走してくれて走り続けられて感想というプレゼントをもらいました。いいお話。サンタのコスプレの女の子、女の子のサンタのコスプレって結構露出度高いじゃないですか、うん、あーね、山梨県で、うん、11月ですよね。寒くなかったのかな。寒かっただろう ね、 ね、でも走っててあったかいのかね、うん、並走なんだ、なんか追いかける形かなと思ったけど、うん、一緒にずっと隣に、そうそう、並走してなんか止まりそうだよね足が。そう、確かに、超いいあのサンタコスの人ですね、そうですね、本当に、うん、じゃあそろそろ次の曲に行こうかな。今日はクリスマスソング特集ということで、クリスマスソングばっかり流しますよ。あれ牧原さんの下の名前なんて言うんだっけ、なんだっけ、牧原紀之とかじゃなかった。牧原紀之だ、はい、牧原紀之さんで、雪に願いを、お聞きください。はい、オフトーク、オフトークです。お芋さんが紀之って教えてくれた、ありがとう紀之。アイミルキーさんからのコメントで、スタート時0度でした。0度ってどういうこと。だからもう0 度、 0度さ、もう凍るんじゃないかな。凍る凍る、凍りますよね、うん、冷蔵庫でしょ。冷蔵庫でも0度はないんじゃない。あ、冷凍庫か。冷凍庫、冷蔵庫でも氷じゃん。 2,3 度とかじゃないの。やば、皆さん息は白いんですか今。あーなるほど ね、 ね、沖縄はーってやっても白くならないんでしょってお芋さんが。ならないですよ、本当に寒い時なるよね。毎年僕沖縄で白いの見るよ。嘘、うん、でもそれって1年に1回あるかないかじゃないですか。かな、やっぱでも地域によって寒いとことかあったりして、うん、田舎だとちょっと寒いかもしれない。今息はーしたら白いのかな。
さんからのコメントで、社長何ケープしてるん？ケープちゃうわ。今は何したんですか？マイクがね、うん、あんまりな FM 那覇のイメージが下がるから言いたくないんだけど、マイクが臭いんですよ。この僕が座ってるとこメイン MC のマイクだから、はい、もう非常にたくさんの人が使うマイクで、そうなんだ、こう消毒スプレー、マイク専用の、あーなるほどね、クリーニングスプレーをかけて、このマイクはそんなに、ここがねめっちゃ使う、みんな使うから、あーそうなんだ、うん、だからか、トンコッシュさん、おしゃれに気を使う FM 那覇ね、おしゃれに気を使いすぎて、ね、経営に気を使わないというね。いいな、クリスマスツリー、いいよね、欲しいですね、家に持って帰ろうかな。持ってるかな、フラッグ必要、かわいい、アイミルキーさん、ファブリーズしたくなりますね、ファブリーズしたくなりますよ。壊れちゃうかな、うん、これマイクも大丈夫なスプレーなんですか？そう、マイク専用の、あ、マイク専用ってあるんだ、そうそう、知らなかった、直樹先生、みんなマイク舐めるから、舐めないです舐めんわ。直樹先生なんか急に、プロ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 舐めてる。たまに急になんか舐めてる音入っちゃうじゃん。似てる、トンコッシュさん、匂いのプーキーが、臭いのプーキーが使ったからじゃない、プーキーさんこの席じゃないんですよね。そういう問題じゃないか、失礼だ。失礼な、じゃあそろそろ行きますか、新聞ですね、新聞に行きましょうね、はい、あ、ん、木下大サーカス、あ、忘れてた、木下 大サーカスは終わってからでしょ、後半でね、今日のニュースです。琉球新報の紙面より総合面からお読みいたします。学校上級は経路、海兵隊逸脱を否定、日本合意では回避。13日午前に宜野湾市の普天間第二小学校の運動場に米海兵隊普天間飛行所属の CH-53E ヘリコプターの窓が落下した事故に関連して、在沖米海兵隊は14日小学校の上空を飛行機が 米軍機が飛行することが日米間で確認された経路を逸脱し合意違反にあたるとの指摘について、海兵隊の運用は日米間の合意に沿って行っていると述べ、合意違反との指摘を否定した。一方、県は普天間第二小上空の飛行は合意違反にあたるとの認識を示しているほか、同省のキャン・エツコ校長も米軍が今後学校の上を飛行しないと確約しない限り事故現場の運動場は使用できないとしており、教育関係者らが反発している。県警事故機を調査、尾長知事は14日事故を受けて上京し、防衛省や 在日米軍大使館などへ過去1年に米軍機の墜落や事故が相次いでいると抗議し、県内の全米軍機の飛行停止を求めた。県警は当日普天間飛行場に入り、米軍立ち会いの中で窓が落下した事故機を調査した。米沖在沖米軍米海兵隊は合意違反の有無を問う琉球新報の質問に、海兵隊の飛行訓練は二国間の協力協定と沖縄全体の安全を支えるため日米両政府の間で過去に合意した訓練区域で実施していると回答した。普天間飛行場を離着陸する経路は2004年の米軍ヘリ沖縄国際大墜落事故を受け、2007年に日米で再検討した。その際確認した飛行経路は普天間第二小の上空を避ける形になっている。さらに1996年に日米が合意した普天間飛行場の
航空機騒音規制措置は、場周辺の経路の設定について、学校、病院を含む人口超密地域を避けるとしている。ただできる限りとのただし書きがあり、米軍はこの文書を根拠に米軍意思合意違反を否定した可能性がある。事故を受け県新井県した福田達夫防衛政務官は14日戸川副知事との会談で、飛行経路についてすでに合意があると述べ、米軍は合意を遵守し同省上空の飛行を避けるべきだとの認識を示した。木下サーカス協会幕、琉球新報本社ビル落成記念プレ事業木下大サーカス沖縄公演が15日豊見城市の豊崎タウン特設会場で始まる。来年に2月26日まで。14日は本番さながらのリハーサルが行われた。公演ではホワイトライオンが登場する猛獣ショーや象のショー、空中ブランコ、日本古典芸をアレンジしたものなど多彩な演目が披露される。14日のリハーサルでは衣装や振り付けなどを細かく確認した。木下サーカスの木下社長は、5年前よりさらにパワーアップした内容に仕上がっている。すべてが見どころの木下サーカスを楽しみに見に来てほしいと公演の出来栄えに自信を覗かせた。以上で今日のニュースを読みいたしました。ベンビー32歳と大峰源太郎75歳のウチナーグチナウ。さあ今回ご紹介する言葉はこちら、ねんねん。これねん、変な感じだけどね、これないという意味ね。ねーらんと言ったりもするしね、仕事ねーらんでじなとんどとかね、仕事もないさ、こんな感じ。じゃあ早速使い方見てみましょう、どうぞ。あげねんさポケット、あやっぱりねんさ。源太郎さん何か探してるんですか。うん、なんでもない。ヤシがねんさ。何かなくしたんですか。いや、まあ前からなかったかも。だから何がないんですか。若さ。源太郎さん、一緒に探しましょう。こんな風に使ってね、またね。これがステーキだ。食の王様、ステーキハウスエルシャダイ牧師店グランドオープン。ステーキ 200g がなんと1000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市牧師 2-4-11 ステーキハウスエルシャダイ牧師店。新都心に雪が降る？南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。いらっしゃい、屋台赤道ラーメン。醤油、味噌、豚骨に塩はもちろん、特製辛味噌ラーメンもおすすめ。自家製麺でスープの相性抜群、肉汁たっぷりのシュウマイ、餃子も大人気。創業20年余り変わらぬ美味しさ、屋台赤道ラーメン。 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas from FM Naha. Merry Christmas from FM Naha.お聞きの皆さん、おはようございます。12月15日、ただいまの時刻は8時29分です。カルチャンプルの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇。
本日のお相手は佐藤玲奈と奈良蓮です。これからの30分どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。今日は元気でいいですね。もう絶好調ですよ。よろしくお願いします。はい、はい、ということで皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、はい、今日のトークテーマは、クリスマスプレゼントということで、たくさんのクリスマスプレゼントのにまつわるエピソードとかね、コメントをいただいておるんですけども、おるんですけども、ちょっと告知しましょうかね。はい、あの件について。告知ですね。うん、あ、読んでいいですか。いや、見つめ合ったぞ。なんだこの場は。今日あのさっきの報道のね、新聞でもお読みしたんですけど、はいはい、今日から木下サーカスが開幕するということで。やったー、木下大サーカスだ。社長も今日行かれるんですよね。はいはい、うん、今日行かれます。今日行かれるそうです、社長も。はい、富城市の豊崎タウン特設会場で始まるということで、うんうん、2月26日までだそうです。やったー。え、2月2月26日まで。はい、2月26日まで、ね、書いてあります。はい、でさっき読んだみたいにホワイトライオンとか、うん、ゾウとか空中ブランコ、お、日本の古典芸をアレンジしたもの。この新聞に写真があるんですけども、なんかすごいですね、はいはい、この足に傘乗っけて蝶回してる写真が載ってます。足に傘乗っけて蝶回してる。しかも人の上に人が乗って、その人の足の上に傘が乗っててみたいな。これ誰かに絵描いてほしい。はい、本当にすごいですよ。そのラジオで伝えるっていうのは難しいけど。難しかった。サーカス見たことある？あります。木下サーカス見に行きました。小学校の時に。木下サーカス見に行ったんだ。あのライオン見ました。ホワイトライオン？ホワイトライオンだったかな。多分普通のライオンだったその時は。いいな。うん、僕ね、見たことないんですよ、一度も。あ、じゃあ今回は招待されて、ね、はい、あの行けるから、はい、いや超嬉しい、超嬉しい、羨ましい、うんうんうん、皆さんもぜひ時間があれば足をお運びくださいということで。分かった、これがクリスマスプレゼントなんや。え、これが社長の、これが木下大サーカスさんからの、あ、僕に対する。皆さんか。みんなに対するクリスマスプレゼント、今日のトークテーマに混ぜるっていうね。あ、いいですね。お芋さん、クロちゃんと団長も来るかなって。わかります。それは安田だ。あれと思って。団長違うから。団長違うね。あ、ごめん、メールが来てますね。一つ読みます。はい、リスナーからのメッセージメールお読みします。お名前は恋するかっちゃんサンタさん。社長、れなちゃん、リスナーの皆さん、1、2、かっちゃんサンタだよ。カウントなんだろう。レナちゃん iPhone X 欲しいってか。俺 iPhone7 iPhone8 プラスだぜ。2つ持ち。2つ持ち、うん。テーマクリスマスプレゼント。かっちゃんの小学校1年生の時ですかね、クリスマスイブにおとんにファミコン買ってもらってん。うん、その夜カーテンのとこに黒いゴミ袋引っ掛けて、サンタさん筋肉マンの金消しセット欲しいと書いてたら、朝方何かコソコソ聞こえるです。何かと思って朝7時に目が覚めてみると、ゴミ袋のところに手紙が、もうファミコンあるからプレゼントはありません、ごめんなさい。と手紙で書いてて爆笑。以上だ。爆笑で済んだ。爆笑だったんだ。爆笑で済んだんだったらよかった ね。でもファミコンもらったんだったらよかったですね。ファミコン、いや、ファミコンがあるからもう、うん、ね、っていうことか。いらないよそれは。でリクエストが稲垣潤一の、クリスマスキャロルの頃には社長よろしくってことで、じゃあ準備しとこうかな。はい、はいはいはい。まあまあコメントもこんな風に来てくれて嬉しいですね。あ、まあ、ツイキャスからもまだ入ってますよ。はい、お読みしていいですか。どうぞ。時間大丈夫ですよね。とんこつしゅうさん、お二人が欲しいプレゼントある？あげないけど。あげないけど、びっくりマークって強調されてる。あのお掃除ロボットのブラーバってやつが欲しいです。はい、ルンバの進化版みたいな感じですか。多分ルンバとは、うん、あの違うタイプで、はい、見た目的にはルンバみたいな丸具じゃなくて四角くて、はい、四角で雑巾がついてるの。雑巾ついてるの。雑巾っていうか、なんかこの布巾。へー、それが、なんかね、床の菌を 99% 殺菌するって言ってて。へー、すごい、超便利。そう、超欲しいと思って。四角だったら角とかガッてならないんですか。あ、ならないよ。なんかうまいことうまいこと動いてくれる。ならない。あ、なるほどね。うん、そうそうなんだ。そのブラーバが欲しいそうです。うんうん、社長はくれないんでしょ。でもくれないらしいです、聞いただけって。そうなんだ。ということで今日は、うんうん、あ、少々お待ちください。いやー、でもあれいいよ、すごく。床を拭いてくれるっていうのがね、まず素晴らしいと思う。ブラーバ ね、みんな調べて僕に送ってください。除菌効果あるのがいいですね。うんうんうん。はい、ということでこの番組はリスナーの皆さんからのリクエストメッセージを募集しております。
メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。またこの放送はサポーターの恋するかっつぁんさんから応援をいただいております。ありがとうございま す。さて、その恋するかっちゃんサンタさんからのリクエストで、稲垣純一さんのクリスマスキャロルの頃にはお聞きください。はい、オフトーク。オフトークです。まあクリスマスのコメントはなるべくラジオ放送中に読んであげたいよな。そうですね。かっちゃんさん、メールありがとうね。ありがとうございます。クリスマス早いですね。1年が早すぎても怖い怖い時の流れが早いですね。年を取れば取るほどこの時間の感覚が短くなっていくんだって。わかります。小学校の時とか永遠に小学生でいると思ってました。あ、思ってたね。かります。長かったな。一生どうせ小学生だろうみたいな、なんか今なんか普通に1年過ぎて、そう、次の1年が来てって早いなぁ。ね、うん、コメントで、セベンスさん、安入感が最高。安入レナのこと言ってんだと思うよ俺、うん歌がとかじゃないですかね。いや、多分違うね。アンニュイか。アンニュイってあんまよ。アンニュイっていい言葉じゃない。そうですか。でもなんかだるそうに見えられてるのかなと。そうなの。だるい、そんな。アンニュイな顔ってセクシーなあれじゃない。うん、あ、違うんだ。わからない。ちょっと照れるからやめてほしい。落ち込んでるのかもしれない。違う違う。落ち込んでないですよ。全然違かったりしてね。ね後ろのクリスマスツリーのことだよ。アンニュイクリスマスツリーアンニュイ感ある。お芋さん、そうそう、気だるいみたいな。うん、だるそう、なんか無力感みたいな感じですか。ね、それはちょっと言ってなさそう。脱力系みたいな感じじゃないの。なんかシャキッとした方が良くないですかね、朝だから。ああ、それはある。それはあるですよね。確かに。はい、シャキッとしよう。直樹先生、我が家で買ったお掃除ロボットのルンバは飼い猫が怖がるので使ってません。もったいな い, もったいない欲しい。むしろルンバと遊んでほしい、ね、ビビってんだ。飼い猫怖がるんだね。かわいそうだよね。でもね、動いててずっと怖がってたら、うん、止めてあげたんだ。優しい。優しいな。うーん、何が欲しいかな。 iPhone X と、うんうーんと、あとエステ行きたい。エステ券エステ券と iPhone 店が欲しい。あと何かな。エステっていくらぐらい買うの。いくらだったかな。1万円から2万円とか、全身そんな感じ。うん、あ、そうです、いい、ね、全身です。どのくらいかかる。あんまり変わらないけどすごいリフレッシュする。あ、違う、時間は。あ、時間、うん、時間1時間半とかかな。あ、そんなもんなんだ。はい、90分1時間半とか。仙人さん、ね、大人っぽいかなと思って逆に新鮮ですよ。そうでしょ。お、この朝の FM 那覇の朝の金曜日だけはなんかラジオじゃないみたいとか、うん、なんかまったりしすぎてるとか、よく辛いコメントも来るんですよ。辛いコメントは来ないですけど。アイミルキーさん、シャキッとしたらレナちゃんじゃないです。そんないつもだるそうですかね。いやいやいや、やばいですね。褒めてんのにうまくいかない。みんなが面白い。じゃあそろそろ、はい、次なんだっけ。天気予報か。天気予報だね。天気予報です、はい、天気予報の準備します。
ただいまの時刻は8時39分を回りました。カルチャンプルの浮江通りにあるスタジオから生放送でお送りしていますモーニングナハです。では最初に今日のお天気をお送りいたします。本日15日沖縄本島中南部のお天気は北東の風曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより朝雨、波2メートルとなっております。降水確率は朝の6時から12時まで 30%、 12時から18時まで 10%、 18時から24時まで 10% となっております。日中の最高気温は23度です。沖縄本島地方では15日まで空気の乾燥による火の取り扱いにご注意してくださいということです。やっぱり乾燥がね気になるので、お肌のねお肌もちょっと結構ガサガサになるというか、はいはい、そうですよね。わかります？みんな化粧水と乳液を塗って、そうあのお肌を守ってくださいね、お肌を守ってください。そう、そういうことです、はいはい、皆さんね。あと火の取り扱い、うん、山火事がアメリカでカリフォルニアだったかな、うん、であってすごい大規模になったみたいで、山火事大変だね。そう、火の取り扱いにもご注意ください。うん、沖縄はあんまやまないよね。でもそうなんですけど一応あのやっぱり乾燥してるということで、ね、気をつけてください。はい、続いて現在の交通状況をお伝えいたします。まず高速道路の方からお伝えしていきます。沖縄道を上り金インターチェンジから宜野座インターチェンジ付近で橋の修繕作業のために第一走行規制がかかっております。続いて沖縄道を上り沖縄北インターチェンジから沖縄南インターチェンジまで舗装工事のため規制中となっております。続いて沖縄道を上り那覇インターチェンジ付近で工事のため第一走行規制がかかっております。続いて沖縄道下り中城パーキング付近で工事のため規制中となっております。続いて那覇市内の一般道の交通状況です。すいません、少々お待ちください。パソコンの方が、クリスマスキャロルはもうちょっと歌ってほしい。あとちょっと、あ、はい、ありがとうございます。はい、上野屋から泊まり方面にかけて渋滞が起こっております。また前島交差点から久茂寺から旭橋方面に向けて長く渋滞が起きております。続いて古島交差点から安里方面に向けて、安里から草原寺方面に向けて渋滞が起こっております。余木交差点から麻団橋から小羽倉方面に向けて渋滞が起こっております。小禄から、山下方面に向けても渋滞が起こっております。はい、今日は比較的ちょっとだけ渋滞が少ないイメージというか事実なんですけども今レナのイメージで日々が動いてるみたいな感じという事実が判明しました。事実が判明しました。はい、以上で今日のお天気交通情報をお届けいたしました。さあさあ、今日のトークテーマは、はい、クリスマスプレゼントということで、皆さんのクリスマスプレゼントにまつわるエピソードや、今年のクリスマスプレゼントどうしようかなっていうような形の、まあ、いろんなコメントをお寄せいただきますようよろしくお願いいたします。はい、ということでよろしくお願いしますね。皆さんよろしくお願いします。はい、アイミルキーさん、イメージでニュースをお届けしますそれはやばかったですね。イメージでニュースをお届けしあの ね変更報道どころじゃないよ、うん、イメージだから。そうですね、これは大問題になりますこれはちゃんと事実なのでね。トンコッチューさん、フラーバってフラーってフレーズが気になりますね。頭悪そう違うブラーバなフラーって言ってないよ沖縄でね、うん、フラーって言ったらねバカみたいな、うん、そうそう、アホだよね、愚かなフラーバうれ、ね、れそうでもそれ売れそう、面白いですね。フラーバーみたいなフラーバーってフラーヤーみたいな感じ、うん、みたいな感じもうクリスマスプレゼント、うん、ね、レナはエステ券とエステ券と iPhone 電が欲しい iPhone 電が欲しいんだよね具体的に分かってるんでね。そうなんですね。FM那覇の住所送ってください送ってください本当に送ってきたらちょっと怖いよね。でもね、いやいや全然ありがたく本当に年賀状を送ります、うん、その方に。トンコチューさん、はい、のコメントで、ブラーバなんだって、もう本当にその僕の滑舌が悪かったみたいな感じになるからやめてほしい本当に知らなかったみたいな感じの言い方するからそうそうやめてほしい。皆さん何が欲しいんですかね、クリスマス。あ、それ聞きたい。なんかコメント来てました。普通に欲しいもの聞きたい、うん、で何が今流行ってんのかも分かるしね。はい、ねえ
僕はもうお掃除ロボット以外特に欲しいものないっすね。ない、うんうんうん、ないの、あ、はいはい、コメントさっき消えたコメント、はいはい、お読みします、うん、これ読んでないですよ、直樹先生のコメントなんですけ ど、はい、どうぞ。まだサンタクロースがいると信じているときにプレゼントに紛れてスーパーのチラシとレシートが一緒に入っててやっぱりと悲しい気持ちになった、お父さんお母さんちょっと気をつけてって感じ。へー、うん、レシート、レシートが入っちゃってたか。え、でもサンタ普通に買ってくるんじゃない、そりゃ。あ、まず、あ、でもサンタ作ってるっていう設定じゃない、ごめんもうダメだダメだ、いろいろダメだ。みんな学校行ってるから今、うん、そうそうそう、うん、保育園とかね。へえ、そうなんだ。テーマクリスマスプレゼント、かっちゃんさんですね。恋するかっちゃんサンタ、かっちゃんサンタがクリスマスキャロルの頃にはれなちゃんに歌います。以上、さっき歌ってくれたね、社長が。そうそうそう、ジャスラックには言わないでね歌っただけでもね、ジャスラック来るから。そうなの。そうだよ。え、危ない危ないあ、今ライブしましたねって言われて、うん、あのジャスラック来るから、うん、やめて。怖い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 でしょ怖い怖い怖い。今生歌ライブしましたよねって言われちゃう。ダメだダメだ。そうそうそう。大地さん、サンタさんに手紙書いたけど望み通りのプレゼントじゃなかった時はビビった。お、あるある結構ね。社長もありますよね。うん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 、めっちゃある。うん、自分もあの小学校かなの時に、はいはい、ゲーム頼んだんですよ、うん、そしたら漫画が来ましたね。なんでだろうね、わかんないでも好きな漫画だったから全然嬉しかった。え、何の漫画、何だったかな。ラブコンって知ってます？ラブコン、わかんない、わかんない。少女漫画、少女漫画。え、気になる。ラブコンってあのセガ、あ、星が入るやつ。そう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 、ああの背が高い女の子と背が低い男の子の話。何、うわーって、めっちゃ懐かしい。いやいや、これアニメにもなってなかったなってるなってる。そうだよね、よく知ってますね、うん、少女漫画なのに。の漫画を全巻もらいました。全、うん、巻、あ、全巻、全巻。今どうしたの、その漫画。ありますよ、まだ。あ、そうなんだ、はい、なんかいいね、はい、あるってね。今度読みますか持ってきますよじゃあ那覇に持ってきてくれるの、はい、ぜひぜひ。読むわ、仕事中にね。じゃあそろそろ一曲を流してからね、いきますか、じゃあ今日はクリスマスソング特集ということで、まあ、12月いっぱいはみんなクリスマスソングばっかり流すんだろうけどね、D51 さんの曲で、なんで D51 だけ D51 さんって言ったんだろうD51 の曲でハッピーホーリークリスマスをお聴きください。はい、オクトークおいもさん、サンタに手紙書いたのに字汚くて読めないって思った。なぜか送ったから、なぜかサンタに送ったの、なぜか送ったの。あ、曲流れてると出てくれた。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ジャスラック妖怪みたいだなって妖怪みたい。みんながすぐ曲流れてること教えてくれるから、ね、ありがたいですね。被害が最小限に済んだよ、ね、本当全員コメントしてくれてる曲流れてるって親切すぎる。本当にありがとう、本当にありがとう。みんな優しい優しい聞こえてる、流れてる曲、流れてる曲があってジャスラックの対策が面白すぎる。私が iPhone X 送りますって直樹先生がやったー待ってます。怖い怖い。 iPhone X いくらすると思ってんの。友達に聞けばよかったな。いくらぐらいしたんだろう。あれ10万ぐらいしない？結構高そうですよね。すごい高いよ。セブンスかっこ仙人さん。うわ違う、ごめん。 iPhone X は、64GB で12万円だよ、うん、高っ高っ。これって分割払いできますか？もちろんできるんじゃない？できますよね、うん、分割で買おうかな。すげえ。月いくらだろう。12万でも、でも大体、でも1ヶ月1万円払ったら12回払い。何言ってんのかな、大丈夫で12回払いとか。待って待って、直樹先生が、はい、私ジャスラックの社員なのですが笑って言ってんだけど、え、ちょっと全然笑えないんですけど全然笑えないんですけど怖すぎなんですけど、笑えないんですけどなんかたまに冗談なのかわからないときありますよね。あ、いや、ちょっとあのね、わからないよ普通に。わからない。この間番組やりたいって来た人がジャスラックのなんか会員に入ってる人でちょっと怖いなって思って。怖い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 。あの悪気はないんですけどね、こちらもね。そうそう、普通に番組やりたいって来て、はい、僕でも素で、あの僕の
この那覇のこと調査しに来たんですかって聞いて、いやいや違いますよって、普通に番組やりたいですよっつってやばいって言ってたんだけどね。ひぃとんこっしゅうさん、ひぃひぃってここのスタジオに生ハゲおるよどこにおるね。そろそろ行きますか。そうですね、セブンさん、セブンさんのコメントは後で読みますね、うん、そうね、新聞行きましょう。はい、これがステーキだ。 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas from FM Naha. Merry Christmas from FM Naha.今日のニュースです。琉球新報の紙面より総合面からお読みいたします。家計増税2800億円。自民公明両党は14日2018年度の与党税制改正大綱を決定した。高所得者の給与年金にかかる税金を上げ、自営業やフリーで働く人に恩恵が広がる所得税改革を20年1月に実施、観光振興の財源を賄うため国税で27年ぶりに本格的な新税を創設し、出国者から1000円を徴収する。タバコは1本3円の増税となる。賃上げ企業を減税する一方、家計には負担増が重なり、改正全体を通じた増税額は約2800億円に上る見通しだ。今回の改正は10月の衆院選で与党勝利を経て増税議論がにわかに進んだ。19年10月には消費税率を 10% に上げ、増収分を使った教育無償化が予定される。財政悪化に歯止めがかからないまま、子どものいない高所得者ら一部の世帯にしわ寄せが及ぶ恐れがある。所得税改革では会社員優遇だと指摘される控除を見直し、多様な働き方に対応する。給与所得控除や年金控除を縮小する一方、誰もが受けられる基礎控除を拡充して自営業者らの税負担を減らし、職業間の不公平を是正する。高所得者は控除の削減幅を上乗せする。子どもや介護が必要な家族がいない年収850万円超えの会社員や年金以外で1000万超えの所得がある高齢者らは増税となる。2つの新税を増設し、日本人が訪日外国人かを問わず出国時に課税する国際観光客税を19年1月に導入。恒久的な国税創設は1992年の地価税以来となる。森林整備に充てるため年1000円を住民税に上乗せして徴収する。森林環境税も24年度に導入する。タバコは紙巻きの増税を18年10月から3回に分けて1円ずつ引き上げる。加熱式も段階的に増税し、税額を紙巻きの7から9割程度まで上げる。続いて沖縄タイムスの紙面より総合面からお読みいたします。ニュース女子重大違反、 PBO が意見発表。放送倫理番組向上機構 PPO の放送倫理検証委員会は14日と東村高江の米軍ヘリパッド建設への抗議行動を取り上げた東京 MX テレビの番組ニュース女子について重大な倫理違反があったとする意見を公表した。番組の中核となる内容について裏付けがないまたは不十分なまま放送されたと判断。放送法及び放送基準に沿った内容とする東京 MX の見解を誤っていると、
誤っているとし適切な考査を求めた。ニュース女子は番組枠を買い取ったスポンサー会社の子会社が制作している。今年1月に放送された番組ではヘリパッド建設に反対し抗議する人たちが救急車を止めた、日当をもらっているなどと伝えた。しかし委員会の調査の結果、抗議活動に参加する人々によって救急車が妨害された事実は確認できず、放送された茶封筒のカラーコピーや人権団体のチラシでは日当をもらって反対運動をしているという疑惑を裏付けるものとは言えないと判断した。また抗議活動者が敵意をむき出しにしたことなどの放送内容についても裏付ける客観的事実は認められなかったという。番組の意図がマスコミが報道しない事実なら抗議活動の参加者などへの取材の有無を確認すべきだが、欠如していても問題にしなかった点を指摘。民放電放送基準の規定に照らし侮辱的表現は修正を求めるべきだったとした。以上で今日のニュースをお読みいたしました。はい、さて、はい、あと残り何秒だと思う？あと残りは1秒ぐらい10秒。10秒か、早い札。はい、申し訳ありません、全部コメント呼びきれなかったんですけど、あと5秒。今日もモーニングナホをお聞きいただいてありがとうございました。皆さん、いやいいよ別に配信は残ってるからそのまま喋ってください。配信はされてるんで喋ってください普通に。でもラジオ今これで消えたんですよね。ラジオ今これで消えた。もう CM がね入っちゃうから今消さないといけない。いよいよ喋って。新聞読みすぎました？いや読みすぎてない、遠く長すぎたすいません。大丈夫です大丈夫です、YouTube でね、はい、聞けますんで。聞けますんで、ラジオの人たちもね。申し訳ないですねツイキャスの皆さん、はい、いや残り10秒は無理だからな。無理でしたねそりゃ無理だ。しかもなんか残り10秒ってなったら逆に余裕がなんかゆっくり読んじゃった、うん、そうなんだ、うん、トンコチューさんゆるゆるラジオそうだよな、はい、本当に今日は特にやばいですねで、ゆるすぎいいっすねってよくないっすスポンサーつかないっていうの、ね、本当に恋するかっちゃんさん、もう終わった、終わりましたよ配信はね、うん、終わりましたね。ヘッドホンはもう違う音が流れてるというかね、バッて切れましたねそうね、コメントせめて最後読みましょうね。はい、読みましょうね。アイミルキーさん、クリスマスプレゼント、年内は忙しくて会えないと諦めていた遠距離の友達が時間を作ってくれて、17日のに会えることになりました。17日会えることになりました。今年最後の嬉しいプレゼントです。かわいい、ね、素敵。なんかこの言葉遣いもかわいらしいというか、本当に、ね、今年最後の嬉しいプレゼントですとか言われたら、うん、もう自分が友達だったらもう嬉しくて、ね、嬉しくて何でも買ってあげたいって感じ。何でも買ってあげたい、うん、本当。セブンさん、幼稚園生の時一生懸命サンタに手紙書いたら朝方に母親が大人が食べるような喉飴を置いた姿を見てしまってから焦っていませんなんかトラウマチックですねトラウマチックな体験してる。そうですね、なんかクリスマスか、うん、って感じですね。直樹先生からのコメントで、はい、うん、私年収10億円なので iPhone X 軽く買えます、うん、すごい。ジャスラックの社員、ジャスラックの社員で年収10億だったら儲けすぎだろ、ね、すごい儲けてる副業してますね、あ、これあれか、コインくれたんだ、ありがたいですね。あ、そうなんだ、ありがとうございます。だからあれ更新しなくて済んだんだ。恋するかっちゃんサンタさん、はいはい、クリスマスプレゼント欲しいのはれなちゃん、わら、うん、5年間来なかった、かっちゃんさん言った来なかった待ってた、探したよね、探しました。あそこにいるのもしかしたらかっちゃんじゃないで、僕がメールとスマホに気づくのが遅れて。あ、そうなんだ。そうそう、今度来てくださいね。うんうんうん、あ、はい、センディさんコンティニューコインありがとうございます。あと30秒で終わりますけど、ね、終わりますけど、ね、うんうん、はい、またじゃあ来週もね、はい、皆さん風邪ひいてる方が多いみたいなのでね、うん、ゆっくりお芋さんみたいに薬飲んでいい子にしてくださいね、うんうんうん、はい。あ、最後にライズさん、バイクのフロントキャリパーが欲しいです。あ、俺も欲しい。それフロントキャリパーって何ですか？フロントのこの何、こういうやつ、こういうやつ、うん、
何この窓みたいなやつ、あー風とか迷なんか避けるやつ、あのね、あとタイヤも欲しいしもう時間ないよ時間ないな、はいはい、ありがとうございました。はい、じゃまた来週、さよなら。さよなら。ちょっと待ってね、